はい、皆さんこんにちは、ワンダーリングルビューシーです。では今回はスプリムルラー2020続きをプレイしていきたいと思います。でもう軍勢というか、まあ、軍は平壌に集結済みなので、これらの軍勢を動かしてですね、まあ、いよいよ中国との戦端を開いていきたいなというところになりますね。さらに、軍を動かしておきましょう。前線に近いところに、最大兵力を一気に動員できるように、用意をしておきます。特に陸軍はね、しっかり動かしておきたいと思います。前線に韓国からの外交の申し入れが来てます。まあ、ここは産業物資ですね。お金で産業物資、あとは国内にいる軍、これは大した数はないんですが、これも同じく朝鮮半島に渡っておきましょう。で、海戦と同時に空母が沈められるとかそういうのは見たくないので、空母はちょっと下げておきましょう。まずはね、敵海軍を、特に朝鮮半島近辺に展開する敵海軍を徹底的に叩いておきたいので、そっからかな、最初は。最初のね、攻略目標をどこにするかというのはあるんですが、まずはここ大連を目指したいと思ってます。大連を目指したいので、最初の攻略目標はどうだろうな、東高とかこの辺りになりますかね。で、東高から西に流れて、大連、ここを取りに行きたいかなと思います。まあ、どうしても足の遅い陸軍を最初に動かしておきたいので、最前線になるであろう場所に陸軍を動かしちゃいましょう。で、まあ北部戦線の位置づけになるであろう場所に関してはもう韓国軍に任せましょう。
どうしてもね、足の遅い陸軍、特に歩兵ですね。さあ、それでは海戦の準備が整いましたね。前線に、陸軍を配備したので、いよいよ中国に対して戦線を布告していきましょう。さあ、戦争状態に入りました。先に指示出しだけします。まずは、敵海軍を徹底的に潰したいので、航空戦力の半分を選んで、敵の海軍がいるであろう場所に向かわせましょう。で、残りの戦力は一路中国本土へとなだれ込んでいきます。思ったよりあれだな、空軍戦力の大半が北部戦線に行っちゃってますね。この辺の巡視船連絡船クラスはもう大量の戦闘機で一気に型をつけましょう。方向を先に押さえちゃえばこっちの分かなというのもありますからね。そしたら満を持して海軍を投入していきます。もう敵の艦隊はここを叩いてある。ここまでの作戦は割と順調に来ているかなとは思います。東湖を先にさっさと抑えたいな。当然敵も援軍がゾロゾロと押し寄せては来る。このうち空軍戦力で敵の艦隊、残ってる残存艦隊を叩きます。これで朝鮮半島近辺の制海権は完全にこちらに移るはずです。意外と硬いね、これを見ていると。東港にはそれなりの敵戦力が残ってますね。
となるとやっぱりここでも空軍の出番だな。東方に対して空軍の攻撃を加えましょう。で海軍の進出を促します。ここで膠着状態。ここはもう地道に敵の部隊を一体ずつ撃破していくしかないかな。いや本当に硬いね。ここ敵戦力がまだまだ元気な部隊も含めて残ってる。歩兵、あとは機動部隊、機動部隊って機動戦車とかそういう類の部隊ですね。なんか朝鮮半島近辺の海軍がいつの間にかズタボロンされてるな。どういうことだ。まあ、ただそれは中国軍も同じはずなので、ここはちょっと気にせずに力押しをしていきましょう。空軍でこの戦車を、攻撃車を、この戦車も硬いね。ようやくって感じだもんね。こんだけの戦力を投入して、これ生きたまま返すな。この戦車はもう潰しちゃおう。よし、
倉庫を確保するのがやっとかもしれないね、これ見てると。韓国軍もまあ虎視眈々とというところなのかな。お互いの海軍はもうボロボロですね。猛攻を仕掛けても投稿一つ落とせないか。まあ、それなりに多分投稿に敵の部隊がいますね。これ見てると見た目上は歩兵が1個しかいないように見えますけど、その中には歩兵が何体かと、あとはまあ戦闘車みたいなものも、最低でも2個手段入ってます。なんで合計5師団は確実に敵はここ東高に入っているので、この5師団を削り取らない限り東高に入ることはできないと、そういうことだな。やっぱり戦闘機というか航空戦力の力を借りざるを得ないな。これだけのことをしてもなかなか投稿一つ落とせないので、歩兵を一つ削りました。残り3手段、まあ、増援が来なければというところなので、増援が来る前に蹴りをつけましょう。まあ、ちょっと多少無理をしてでも投稿の攻略戦を進めちゃいます。応援が来ると厄介なの。さあ残り2師団まで削りましたね。あとはその中国軍の残存がどれくらいいるかなんですけど、中国軍金が半端ない量ありましたからね。確かに中国軍は東高にあと1部隊だけになったかな、ようやく。いや撤退していくね、中国軍の撤退を確認。いやただ増援も来てるな。これさっさと移動して確保しちゃおう。
ダメだね。あそこの分岐に敵部隊が陣取ってるんで、あの敵部隊を倒さないと先に進軍できないと、そういうことだな。なんでここの分岐、ここだ、ここに空軍を送ろう。苛烈な攻撃加えても敵軍はどうにもならない。いや増援が来るね、中国は。ただここに来てようやく敦煌は取りました。ただ敦煌都市一つ奪うのにこの多大な犠牲を払ったか。まあ陸海空総出でと言っても、もう海軍はお互いにほぼ消滅したと言っていいかな。大連までたどり着くのだいぶ時間がかかりそうですね、この感じだと。大連攻略に向けてはどうしても敦煌を抑える必要があった。で韓国軍は何をしたかというと、ちょっと動きが緩慢だな。日和見を決め込んでいる感じが透けて見えるけど、いやー中国軍本当に数多いね。
よし、これで包囲はできそうですね。中国軍と本当に激烈な戦いになっている。無限とも思える中国軍の相手にどこまで引っ張って戦うかだな。大連までは取れないにしても東高は確保したので、どっかで和平を打診する、一回戦力を立て直すっていうのも手ではありますよね。特に味方は海軍が壊滅状態だからな、まあ、中国軍も壊滅状態だとは思うんですけど、これにどう対処していくかというところかな。よし、じゃあこの辺りで一旦和平を打診してどうなるかというのを確認してみますか。まあ戦争自体はね、多大な損害を出していますけど、有利には進めています。戦争終結を拒否、戦争続行だな。いいだろう、続行しようではないか。戦争を、さあ敵の増援が来てるんで、これを
航空部隊で迎撃しましょう。いや、大規模な増援が来てるな。この増援を背景に和平交渉を拒否したな。いや、でも本当にいくら戦力があっても足りないわ。中国軍相手に戦うとなると、陸軍は足が遅いしね。どうあってもちょっと足の速い戦闘車とかがもうあまりいないんでね。まあ、大連までなんとか軍を進めたいですね。いるよな、敵の部隊、さすがに守りぐらいは。さあ、この戦争どう終わらせるかだな。中国は戦争をやめる気がないというものの、なんとか戦争を終わらせたいな。まあ、なんとか大連まで侵攻してからもう一度考えますか。戦争が始まってしまった以上どうしようもないから。まあ頑張ってはいるけど、孤立してる部隊はちょっと戻してあげないと危ないので戻しましょう。はい、ではちょっとね、時間長くなりましたので、一旦ここで、終わりにさせていただいて、
次回大連ですね。大連、ここにある大連、この大連をまず攻略しに行きましょうか。というところから、じゃあ続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。